先ほどのあれでもうお気づきの通りね、こういう例えばハンピーの、ヘルケアのバッグのところなんかね、ちょうどおあつらえ向けですよね。これはグーハスバグっていうののバリエーションみたいなもんですけども、これエルクヘアの作ったボディの上はこう全体をホットワックスでコーティングしてありますね。で、これ水を吸わなくなってしまいますんでね、水切れがいいのっていうのと、ただ魚がこうかじっても丈夫ですよね。丈夫っつってもめちゃくちゃ丈夫っていうよりもこう何もしてないのかはるかに丈夫。あとは輪っこの自体がすごく水に水を弾いて浮くっていうことを、これをこういうものがついてないで、ただボディにコーティングしただけの水に浮かべてみますね、今ね。これ TMC の5262の 2X ヘビーの 2X ロングの2フックですね。これの10番にストレッチボディだけがまあボディに巻いてありますね。で、これにホットワックスをコーティングした状態で、どうなるかっていうのをやってみますね。これ同じものを2つ巻いてありますね。こういうふうに。で、片方にワックスをコーティングしますね。ここに、全体にホットワックスをコーティングするんですけども、これでももちろんいいんですけども、こういう時にこのガストーチに同じものをつけたとすごく早いですよ、これ。これでもってこうなりますよね。これをこういうふうに全体で。そしたらこっち側ですね。で、一番上。で、ここにまだ少し残ってますよね。これもう固まってます。で、一瞬、ほんの一瞬で、これでもう溶けるんですね。で、大体全部ついてますよね。で、ストレッチボディの場合ですね、あんまり熱いんだとストレッチボディが焼けてしまったりするんで、炎が出るようなあれでやってくないですね。これは溶くて、ここに間に入ってますよね。で、これをここに乗っけるんですけども、これがもし固まりそうになったらまたこれパチン。これ全体に今つきましたよね。5262の10番で 2XAB の服ですからね。それでボディのコーティングだけでこういうふうに浮いてるって、これ浮くっていうよりも水を弾いて水を吸ってないっていうことがね、コーティングしてない状態の方が軽いんですけど、こちらの方は、重いに関わらず浮いてるってこと。これだともう、沈んじゃうわけですよね。もう一回水吸っても、沈んじゃうわけですね。これにハックルが巻かれたり、ヘアウィングがついたりするわけですから、あとフロータントもつくしね、これで浮いちゃうってことはね、ヘビーワイヤーの服が浮いて、あれってことは、例えばエルモンのパターンを巻いた場合でも、113の BLH みたいな太軸のフックでも、ヘアウィング段なんかできちゃうわけですね。それで吸ったの一つありますからね。ちょっとどうですかね。これ113の BLH っていう太軸のフックですね。で、これはボディがこれと同じように、ストレッチボディのエルモングリーンに巻いた上に、ホットワックスがコーティングされてます。まだフロータントついてないですね。フロータントついてないんですけども、これでも十分太軸のフックでも置きますね。これ10番。これ12番。これヘアウィング段のね、このヘッドのところにも、ヘッドをスレッド締める前に、ほんのちょっと、ホットワックスはドロッピングしたんですよね。そうすると、このフレアしたところにじわーっと広がって、ここから水が入んなくなりますね。これ、フロータントなしの状態ですからね。これにドライシェイクなり何なりがつくわけなんで、これかなり画期的なことだと思いますね。あとは、梅雨時なんかに、
クシャンクの中錆びたりしやすくなるので、ニーフ のボディの下側にホットワックスをコーティングしておくと水を吸いにくくなって、錆びにくくなるっていうそういう使い方もありますね。あとはエルクエアカディスなんかのね、あのボディハック巻く前にワックスホットワックスコーティングしたところをボディハックルでもって食い込ませるように巻くと、その自体が水を吸わなくなるのと、あのハックル その巻いたところにも水を吸わなくなるようになるんで、すごくあの釣り上がりの何回も何回もキャストするやつなんかにもすごく、あの見た目はただ あのヘアカディスなんですけども、これなんかもただ見た目はあの普通のヘアウィングザンなんだけどもね、水と関わった時にそういうのは、ちなみにこのテールはね、あのフェザントテールのナチュラルをあのハックルセパレーターでバラバラにしたやつですね。でこれもすごくおすすめですね。このね、平田系 のこういうやつ、これハックルセパレーターでこの先端の部分がちょうどいいような色してますよね。でこれにつけてあります、ハックルセパレーター。これものすごい無数にありますよね。